グローバルボーイズグループ INI が26日放送のフジテレビ系 K-POP ハウス毎週日曜深夜24時25分この日は25時28分に出演。他のメンバーに生まれ変わるなら誰という質問に回答した。高塚ひろむ&キョトヨボン、木村まさやの魅力を熱弁。この日は質問に対してメンバーの誰かを選び、名前をフリップに書いてもらう、ヘミ調査を実施。他のメンバーに生まれ変わるなら誰という質問に、高塚ひろむ、こうは正式にははしごだか、とキョトヨボンの二人は木村まさやと回答した。その理由を高塚は、まさやくんって器用なので、すぐにできちゃうんですよ。怖いものなしだなって思って、本当に羨ましいので、まさやくんみたいな人間になってみたいですねと木村の魅力を熱弁。また、元は、努力心もすごくて、そういう人生を一回体験してみたいなって思いますと語った。尾崎匠、池崎理人を絶賛。池崎理人、崎は正式には、辰崎を選んだ尾崎匠は、もう顔面とスタイルが良くてと池崎を絶賛。あと声がむちゃくちゃ綺麗なんですよ。低い声でと全面を褒めまくり、もし池崎に生まれ変わった際には、モテたいときっぱりと口にし一同の笑いを誘った。また、生まれ変わりたい相手として松田仁の名前を書いていた木村はその理由を、若いトトロし、さらに田島翔吾は、沖縄に生まれてみたかったと説明。しかし松田から俺じゃなくていいじゃんと突っ込みが入ると、その後木村が、顔が綺麗なんですよと付け加え、松田は満足そうな表情を見せていた。